こんにちは。ネックス工業へようこそ。皆さんは第二の西之島についてご存知でしょうか。地球のシステムの中で新しい陸地ができる、いわゆる新島が自然の中で形成される姿は神秘的で、とても人間の力ではかなわない巨大なパワーを見せつけられます。日本周辺でも火山活動によって新しい島が形成される事例はいくつか報告されています。火山噴出物が堆積したり、海底の隆起によってその頂部が水面上に現れ火山島になるというのが主なメカニズムです。例えば千島列島、伊豆諸島、ハワイ諸島、クラカタウ島、ストロンボリ島などは火山島の代表例です。近年では東京から南に 1000km ほどの場所にある小笠原諸島の火山島西之島は2013年11月頃からの噴火に伴って新島を形成しました。今回は第二の西之島になるかもしれないと考えられる事例についてフォーカスしていきます。この動画では新しい島が形成されるとどんな良いことがあるのかという点についてもお話しします。最後には福徳岡ノ場の未来についても考えていきますので、ぜひ最後までご覧ください。新しい島が形成されれば日本にとってどんな良いことがあるのか、その答えは排他的経済水域が拡大するということです。排他的経済水域とは、沿岸国がその範囲内において天然資源の探査、開発などを含めた経済的活動についての主権的権利を主張できる水域です。領海基線から200海里、約 370km を超えない範囲内で設定することができるものとして国連海洋法条約によって規定されています。日本の排他的経済水域は約447万平方キロメートルであり、国土面積の38万平方キロメートルの約12倍に相当します。つまり新しい島ができれば日本にとっては排他的経済水域を主張できる海域が増えるということになります。新たに増えた排他的経済水域では漁業や海底資源の採掘なども主導的に行うことができるというわけです。このことの経済的な恩恵は非常に大きなものであると言えます。海底火山福徳岡ノ場は東京から南へ1000キロ以上の小笠原諸島近海にあります。この周辺は太平洋プレートが沈み込む場所であり、火山活動が活発で西之島をはじめいくつもの火山が連なっていることが大きな特徴です。ただ福徳岡ノ場付近には有人島がなく、父島や母島から300キロメートルほど離れている、まさに絶海にあるため、これまで噴火の過程が詳細に観測されたことはありませんでした。そんな福徳岡ノ場ですが、一気にフォーカスされる事件が発生しました。2021年秋、福徳岡ノ場から遠く離れた沖縄のビーチに大量の軽石が漂流してきたのです。当時観光業や漁業関係者は大量に流れ着いた軽石の除去に頭を悩ませていました。実はこの軽石は福徳岡ノ場の噴火によってもたらされたものであることが後に判明したのです。2021年8月には海上保安庁の観測で福徳岡ノ場で直径1キロメートルほどの新島が確認されました。海底火山の噴火によって海底から隆起し新しい島を形成したのです。しかしこの新しい島は東と西で分かれ、10月20日には東側の新島の消滅したことが確認されました。さらに2022年の1月6日朝日新聞社記が上空を飛行し新島が陥没していることを確認しています。沈んでしまったというわけですが、福徳岡ノ場は第二の西之島と呼ばれることもあります。西之島は東京の南方約 930km にある火山島で、1973年西之島付近の海底で火山活動を開始し新島を形成するに至りました。1973年5月から翌年の1974年5月にかけての噴火と2013年11月以降の噴火は非常に激しいもので、噴出物が堆積して新たな陸地が生じるほどの活動でした。1973年の噴火では気象庁が有史以来初めて
と表現するほどの大規模噴火で、大量の溶岩流や火山噴出物が海面上まで堆積して新しい陸地を形成しました。当時は浸透ブームとマスコミに報道されるなど大きな話題を集めました。現在も小規模噴火を継続的に続けるなど活発な火山活動を続けています。今回の福徳岡ノ場の事例は西之島の事例と非常に酷似しており、第二の西之島と言われるのも不思議ではありません。ちなみに現在西之島は人間の手が介在しない貴重な環境として環境省が生物学的な調査を行うなどしています。環境省の調査では陸上では海鳥5種、カツオドリやアジサシなどの繁殖が確認されています。今回福徳岡ノ場に出現した新しい島ですが、実はこれまでに数回新しい島が形成されるという現象が観測されています。一番古いデータで1904年です。この時には海底噴火により高さ145メートル、周囲約 4.5 キロメートルのほぼ円形の島が形成されたとされます。この島は7年後に消滅したとされます。1914年の1月には高さ300メートル、周囲 11.8 キロメートルの前回よりは大きな島を形成しますが、1916年には海に沈んでいます。誕生から約2年後には消滅したということになります。最後に1986年です。1986年の1月の海底噴火によって三日月型の島が形成されましたが、3月末までの短期間で島は沈んでしまいました。このように新しい島を形成しては沈むということを福徳岡ノ場は繰り返してきたことになります。2005年には海底火山の噴火によって高さ1000メートル、直径50から100メートルの巨大な水蒸気柱が発生したことが観測されました。ものすごい大きさの水蒸気柱で、いかにこの辺りの火山活動が活発で莫大なエネルギーを持つかを象徴します。そのためたびたびこの辺りの海域は周辺海域警戒に設定され、気象庁が警戒を促しています。活発な活動を続ける福徳岡ノ場ですが、研究者の間では熱い視線が注がれる研究対象となっています。福徳岡ノ場は絶海にあるため、これまで噴火の過程が詳細に観測されたことはなく謎に包まれていました。しかし2021年の噴火では偶然にも西之島の火山活動をモニタリングするための観測装置が噴火の衝撃で空気が振動する現象空振を捉えていたのです。人知れず噴火することが多い海底火山で噴火の過程が観測で詳細に捉えられたことは世界でもあまり例がありません。観測と実際の噴出物を比較しながら噴火の詳細に迫ることができると考えられ、研究者たちにとって貴重なチャンスとなっています。海洋研究開発機構の研究者の一人である吉田健太氏は次のように語ります。福徳岡ノ場はマグマの化学組成を見ると他の小笠原の火山とは異なる性質を持っており、また巨大なカルデラを持つ火山であることが知られていました。そのような火山の成り立ちを詳細に調べることで伊豆・小笠原湖に複数存在する巨大なカルデラ火山の形成が今後も起こりうることなのか、そしてそのようなカルデラ形成噴火が起きた時に日本列島にどのような影響があるのかを考えることができるようになります。このように学術的な意味で福徳岡ノ場は大きな価値を持つといえます。福徳岡ノ場での研究がもしかするとどうやって大地ができたのかといった根源的な疑問の答えを導ける根拠となることすら考えられます。日本列島は多くの火山を抱えており、ひとたび大規模噴火すればその被害は大きなものとなってしまいます。火山対策という意味でも福徳岡ノ場での研究が生かされるかもしれません。一方で福徳岡ノ場が新しい島を完全に形成したらと考えてみましょう。新島を完全に形成したとなれば、当然それは日本の排他的経済水域の拡大を意味します。この辺りの海域は凝固した海底熱水鉱床と呼ばれる海底資源が多く分布するエリアでもあり、海底鉱物の獲得も期待できます。日本は海外からの鉱産資源に頼る産業構造であり、
それが長年の悩みの種だったわけですが、その解決の糸口がつかめるということにもつながるかもしれません。もちろん自然のダイナミズムの中で新しい島の誕生、そして海に沈むということを繰り返しています。だからこそ遠い遠い小笠原諸島でのお話ですが、福徳岡ノ場が持つ可能性というものには注目していきたいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また Twitter と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。